ンポン。いや、そろそろ衣替えですかね。もうそんな時期か。確かに最近寒くなってきたもんな。以前までの制服に戻すのはいいんですが、他にもたくさん服あるんですよね。ああ、確かに、あまり着る機会もないよな。あ、そうそう。さあ、YouTube、ニコニコ動画でこの動画を見てくれてるみんな、みんなも二人のいろんな衣装を見たいよな。なんやこれ。ではお着替えお願いします。いやいや、おめえはこっち側だろうが、夜波の逆さに紛れてそっち逃げて。さあ、まずはコスプレの王道っちゃ王道。白衣の天使と呼ばれるその姿を見よう。なぜでしょうだはず。おー、献血されてー。なんやこいつら、ゆかりちゃんは、私はこれで、それはもう別人だろうが、お前の衣の範囲どうなってんの。お次は、ここは異世界。超絶キュートな勇者様のおなり、騎士っぽい衣装だー。おー、スライムになって切られてー。なんやこいつら、ゆかりちゃんは、私も異世界系衣装あるんですよ。へー、こんな感じです。なんか切られる側の形してんな。はい、終わり。終わりです。あれ、露出多いのとかは？ねえよ。じゃあ、一触れだけちょっと無夫婦なやつ行きましょうか。はぁ、せーの。ま、無夫婦なやつみんな見れましたかね。いや、さすがに見えねえだろ。てか次からの衣装どうすんねん。まあいつもの制服ですかね。一応学校ですし。ああ、まあせやな。そもそも別の衣装の選択肢なんや。髪型だけ変えるとかどうです。ああ、まあ確かに。